こんにちは。柳メンタルコーチの吉成里志です。よろしくお願いいたします。さて、今回動画のテーマ、動画のタイトルが、結婚できなくても死にはしないっていうところなんですが、この動画、結婚についての動画ではないです。あらかじめ言っておきますが、ただ、関係はしてます。あの、なぜこの結婚できなくても死にはしないかっていうと、あの、あまりにも、僕もマッチングアプリとかやったりしてるんですよ。ただ、それは別に恋人を探そうとか、 結婚したいって、結婚したいしたいしたくないじゃないですね。し、しなければいけないとか思ってるわけじゃない。婚活とか恋活をしてるわけじゃないんですよ。まあ、純粋に、どんな感じかなーっていう感じで <laughs>、やるのが好きなんですけれども。で、ここで何が言いたいのかというと、ちょっと皆さん、本当に本心で結婚したいと思っているんですかっていうことをお伺いしたいんですよ。で、これはいろんな価値観があるんですが、僕は、その、結婚、 しなななければならいないというやっぱり文化というか風潮でなんとなく騙されてるで結婚したいと思わされてるって思ってるんですよ。個人的な意見ですよ。なのでじゃあ結婚 いいところって何なんですかねまあ、例えば、あのー、なんていうか自分の味方ができるとか、いや、結婚しなくても味方っているじゃないですかとか、むしろ結婚してしまうと、なんか利害関係が対立して、なんか逆に敵になっちゃうとき、こう、結婚しなければ和気あいあいとしてたのに、急に結婚したら、なんか義務がいろいろ発生してきて、仲が悪くなっちゃったっていうケースもあると思うんですよね。なので、あのー、結 結婚しなければいけないって思わされてないですかっていうことを発端として、えっ、ー、と、〇〇しなければならないっていうふうに思い込みがあなたを苦しめてませんかっていう話がしたいんですよ。 で、これ僕自身もいろいろありまして、えー、っと、例えばなんですけど、僕、こういういいろろいろんなもう本当にコーチングということを通じて、いろんな、特に、えー、起業家、実業家、まあ、事業主の方をはじめとして、ゆくゆくはそうじゃない方、スポーツ選手でも芸能人でも、一般の方でもいいですけれども、コーチングを通じて、その人の人生を豊かにしたいなって思っているんです。 で、そのためには、やっぱりいろんな本で学び、実践していこうとか、あと僕自身も心身が健康でなければいけないから、瞑想法、瞑想やったりとか呼吸法、あとは食事とかもしっかりとって、サプリメントとかもとってるんですよ。そうやって僕結構習慣がめちゃめちゃありまして、普段淡々とやってるんですけど、たまに何かの、こう、かけ違いっていうか、普段、太した時に辛く感じる時があるんですよ。 はい。普段は楽しくやってるはずなのに、急にウオサプリ飲まなきゃいけないし、やばい、今日 YouTube 投稿まだえしなきゃいけないのに、まだネタも考えてないみたいな、にもかかわらずクライアントとのアポが詰まっていて、その夜にはやらなきゃいけないセミナーのテキストも出来上がってねえみたいな、うわ、もうやべえみたいな、いうことが起きるんですよ。で、まあ起きるんですよ。起きるんですよ。そこで、あの、それって僕がやりたくてやってるはずなのに、なんかいつの間にかやらなければいけないっていうことに苦しめられてるなーって時々思うんですね。 で、皆さんも、あの、嫌なこと、やんなきゃいいって単純に思うんですが、ただ、やっぱり多いんですよね。その、例えばですよ、僕のクライアントの方で、あの、どうしてもその日仕事があるんで、提出が遅くなりますっていう時に、 なんか、そもそもその仕事なんか楽しくなさそうな感じでいつもこう報告あるんですよね。辞めればいいじゃんっていう風に言ったんですよ。そしたら、いやいや辞めれないですって。え、なんで辞めれないんですかって。いや、生活ができなくなりますからって。いや、そんなあなた嫌な仕事を、生活をするためにその嫌な仕事以外にもあるじゃないですかって話なんですよ。で、これは一つの例なんですが、先ほどの結婚とい、結婚しなければいけないみたいな。あと、この会社に嫌だけでも勤め続けなければいけないみたいな。 勝手に、えっ、ー、と、作られたしなければいけない義務みたいなものを自分か、自分で勝手に作ってませんかという話なんですね。なので、よくよく、嫌だなと思うことは、その嫌なことをやらなければ、本当にいけないのかっていうのを考えていただきたいなと思うのが、この動画の目的です。もちろん、あの、ちょっと今電話がかかってきて中断してしまいました。あの、もちろん、辛いこととか嫌なこと、何でもかんでも避ければいいという話ではないんですよ。その、辛いこととか、嫌なことを、 我慢して続ける意味本当にあるんですかっていうことをもう一度自分に問うてほしいんですね。で、必要ないんであれば、さっさと辞めちゃった方が、えー、代わりのものっていうか、えっ、ー、と、結婚相手も代わりの人たくさんいますし、仕事も、あなただからその仕事をやらなければいけない理由なんて絶対にないです。はい。あなたしか、勤め上げられない仕事なんか絶対にないですし、えっ、ー、と、その、例えば結婚相手でも何でもいいですけれども、あなたにとってその人しかいないってことは絶対にないですので、 ぜひ勝手に義務化せずにもっと楽しく行きましょうってことです。はい。今回の動画についてはここまででございます。このチャンネルではまだまだ成長していきたい、えー、僕が皆さんと共に成長していくためのチャンネルでございます。ぜひ特にまあ事業主の方ですかね。もちろんそれ以外の方も見ていただくと、 まあ、あ参考になるかなって思うところは発信していきたいので、よろしければチャンネル登録お願いします。チャンネル登録者が増えると、お、仲間が増えたみたいな感じで、僕もますますやる気になっていきますので、えー、よろしくお願いします。あと、何か質問とかあるようでしたら、えー、この動画の下の説明欄の LINE 公式アカウントから説明、あのー、メッセージいただければ、できる限りお答えします。あと、いろんな情報を発信していますが、うざったくなったらブロックしてください。 自己ビジネス情報を発信していきますので、あと特典とかもありますので、よろしければその観点からもあの登録していただけると嬉しいなと思います。それではまた他の動画でお会いできること楽しみにしております。今回の動画も長い動画となりましたが、最後まで見ていただいて非常に感謝です。本当にありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。